あモリさん、ご無沙汰します。ご無沙汰します。<laughs> お元気そうで。お元気そうで、い,いえ。ありがとうございます。今日来ていただき、お <laughs> いしいです。いえいえ、とんでもないです。上田さん、はじめましてですね、たぶん。はじめましてですねあ。よろしくお願いします。上田と申します。よろしくお願いします。ありがとうす。します。はい、というわけで、あの、はい、<laughs> Facebook の方にあの接続されたので、改めましてよろしくお願いします。あはい、よろしくお願いします。お願いします。おますえっと、今日は、えっ、ー、と、 E3 の竹原さんにお越しいただいて、えーと、ボールの開発についてちょっとお話を伺っていきたいと思います。竹原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。う簡単にちょっとあの竹原さんの方で自己紹介みたいなのをお願いしてもいいですか。はいあ、はいえーと、株式会社 E3 の竹原と申します。えっ、ー、と、ま、E3 っていう会社、もしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、 あのまあ今、20期目を迎えているんですけども、サッカーの育成普及、今、サッカーに限らず、スポーツ全般、携わらせていただいているんですけれども、育成普及に関わる事業、いろいろと展開している会社になりますと、主に皆さん、もしかしたらご存知いただけている中でいきますと、サカイクっていう4周年代の保護者向けのメディアを運営していたりですとか、コーチユナイテッドっていうえ指導者向けのメディアを運営させていただいてたりだとか。 そういあた、あの中高のサッカー部員向けのヤンサカというメディアを運営していたりしてるんですけれども、まあ、そういったメディアの運営だったりだとか、あとは、まあ、もともとは、トサルの、えー、なんですかね、大会運営だったりだとか、施設運営っていうところのから、まあ、スタートしてますので、まあ、そういった、こう、大会だったりだとか、イベントだったりだとか、あとは、まあ、自社でもスクールなどを展開していたりだとか、そうですね、あとは、まあ、そういった、まあ、リアル周りの、えー、まあ、事業だったりだとか、あとは、 まあ実際に自分たちで今回のまあボールの話もそうですけれども、あの、ま、メディアで様々な専門家の方々だったりだとか、あとは、ま、読者の方々とつながりっていうのをまあ持てますので、まあ、そういったところから、こう、現場の課題を解決する商品を自分たちで開発して、ま、販売していくっていう、まあ、物販の事業などをまあ展開していたりしておりますと。で、僕の方は、ま、その中でもそのメディアの部門の責任者と、あとま、物販周りですね、あとは、新規事業周りを担当しているというふうなところです。はい。 よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、っと、今日はそのボールについてということなんですけど、えー、っと、我々の方で今あの、上田さんも一緒に参加されているんですけれどもあの、上田さんの方で講義も行って、えー、もらっておりまして、えー、っと、エコロジカルアプローチという、あのー、その、学問でいいですかね、うん、についてその講義をしてもらっていて、 まあその中で、その、ボールによる制約って結構影響が大きいよねっていう話になって、それで、えっと、今自分のクラブでは、その、3号球の大きさで5号球の重さのボールみたいなのを使ってたりして、いろんなボールでプレイした方がいいよねっていうことで、えっと、ボールについてちょっと興味があって、いろいろこう調べていく中で、あの E3 さんのテクダマっていう、 えと黄色いボールですね。を発見しまして <laughs>。ありがとうございます。それでちょっと興味をお持,ちあ持って、話をお聞きしたいなと思って、昭、うん、さんにご依頼させていただきました。ありがとうございます。はい。というわけで、この手札はあ、今、見えてます、はい、<速>はい、見えてます。 これですね。これってどういう経緯で開発されたんですかね経緯、経緯。そうですね。あのー、はい、まあ、このボール別にあの、僕が一人で開発したものではなくて、まあ、あくまで僕は、はい、その、何ですかね、この商品の企画だったりだとか、あまあ、この商品の担当として、えー、まあ、責任者として関わってるっていうところなんですけど、まあ、実際このボールを作るにあたっては、あの、監修に、<laughs> あの専門家の方に入っていただいていてその監修いただいているのが、まあ、まあ共同開発というような形ですかね、えー、で入っていただいているのが、まあ、その、えー、とページにも出てくるんですけれども三木俊明さんと、えー、ですね「あのグロリアガールズっていうあの大阪で。 え、活動している女子のチーム。ここね、はい。監督さんをされたりですとか、あとは、まあ、えっ、ー、と、いろいろですね、あの、まあ、広告高校だったりだとか、あまあ、えー、女子の提供長岡だったりだとか、まあ、そういったところにも、こう、外部コーチとしても入られている、まあ、指導者の方なんですけれども、まあ、この方に、えー、こう、監修に入っていただいて、まあ、共同で開発した商品になりますと。で、まあ、経緯としてはですね、 どこから話もともとのところでいくと、あのーまあ、うちって、あのー、バンホール候補の谷さんと谷ラだっていう,うトレーニングの、まあ、普及だったり活動とかをやってたりとかですねあとは坂井くっていうメディアをやっていく中でやっぱりその何ですかねそのやっぱ外圧しそびが子どもたちなくなっている中で。 やっぱりその基本的な体の動作だったり、やっぱ体を動かせない子供たちがすごく増えてるなっていうところの課題感は、あの、やっぱりメディアの取材だったりだとか、専門家の方々の話とか、あと現場の指導者の方々からも、いろいろ話を聞いている中で、まあ私たちも実際そのタニラッの活動の中でも子供たちを見ていて、やっぱそういうことってすごく感じていましたと。で、やっぱり皆さん指導者の方々が口々におっしゃるのは、まあいくらこう情報がいろいろあったとしても、 やっぱり体がそもそもうまく動かせないとサッカーってうまくなんないよねって。で、それって別にサッカーに限らず、どんな競技もそうだと思うんですけれども、やっぱりそこのところに対してやっぱ課題感があって、で、その中でいろいろとこう取材活動を重ねていく中で、まあ、例えば広告高校さんとか、 ああのまうちの先生、えー、とも、まあ、あいろいろとお話しさせていただく中で、広、ま、告、あ、高,校高校さんはボールコーディネーショントレーニングっていうところで、そのなななんんていうかななんかコーンドリブルとかリフティングってなんか技術、技術のレベルを高めるトレーニングみたいなところで取られてるところってあると思うんですけども、もちろんそのいった側面もあるんですけど、うん、あのうちの先生がおっしゃってたのは、これって別にその、 このコンドリブルやったから試合です抜けるフェイントが身につけるたりだとか試合で抜けるようになるわけじゃなくてこれってまあ要は動ける体を作るためにボールコーディネーショントレーニングボールを取り入れたコーディネーショントレーニングとしてやってるんですっていう,ふうな話があってであそうなんですねっていうところで、まあ、実際練習とか見させていただくと、まあ、そこでまあいろんな大きさのボールを使ったりやってたりだとかっていうところで、うん、あボールを変えることでこういうふうな刺激を入れることができるんだなと。 いう,ふうなところで、まあ、まずそこで発見があったっていうところと、あとそのミキさんのチームでも、ミキさんも高校高校に入られていろいろと指導されてますので、ミキさんのチームでもそういったトレーニングをされていて、ミキさんはボールコーディネーションという言葉は使ってないんですけど、まあ、その動き作りのトレーニングっていうところで、まあ、そういろんなパターンのリフティングだったりだとか、コーンドリブルっていうものをやられていたんですね。 でその中で、三木さんに、えー、となんかこれ、んまあ、なんですかね、えー、この発展版として、なんか面白いボール開発できませんかねっていうふうな話をさせていただいたっていうところが、まあ、スタートでしたね。はい、なるほど、じゃ出発点は、やっぱりその子どもの,その何ですか遊びのまあ現象というか。 に伴って、やっぱりそのコーディネーション能力みたいのが結構低下しているよ,ようなことを感じていたってことですかね。そうですね。で、まあその中で、あのー、なんていうかな、まあこのボールを作るに至った経緯って、まあ今お話ししたような、まあそういうこうトレーニングがあるんだなっていうところの発見と、あと、その、やっぱり境区やってる中で、 親御さんからリフティングって何回できればいいですかとか <laughs> あのコーチがリフティング100回やらないと試合に出さないって言うんですけどどう思いますかとか <laughs> そういう質問って結構未だに来るんですよ。<laughs> でリフティングって別に、あのーまあ、指導者の方には無駄だっていう方もいらっしゃると思うんですけど僕は決して無駄ではないリフティングの良さもあると思うんですけどでもただやみくもに同じ動作でちょん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 それが1000回できるようになってもじゃあそれがトレーニングとして。 発展的なトレーニングになってるのかっていうと必ずしもそうではないなっていうふうに思っていてでもやっぱりサッカー経験のない親御さんだったり、まあ、経験ある親御さんでもこう盲目的になんかリフティングやらせるところって結構あったりするじゃないですかでなんかそういうそれもなんか変えていけるといいなっていうふうに思って、まあ、とはいえまあリフティングって手軽になんか自宅のねな近くの空き地とか公園でもできる代表的な自主練なのでなんかそこをなんかもっと効果的な 質の高いトレーニングに変えていけないかなっていうところもあって、それで、じゃあそこで使えるボールが作れないかなっていうところもありました。なるほど、面白いですね。はい、やっぱりその、同じ動作を、まあ、繰り返さないのが、まあ、フットボールで、まあ、今、竹原さんがおっしゃられたように、それをどうやって工夫するかっていうのが、この手札に行き着いたってことですかね。そうですね。なんでこういうい 不規則な変化をするボールっていう風にしたんですか。そうですね。あのー、さっき、えー、広瀬さんがおっしゃった通り、もうすでにあのー、例えば四号の重さで三号球の大きさとかサイズを変えたボールっていうのはもう世の中にあるんですね。はい。はい、で、まあその中であえてこれなんでこう不規則な動きにしているかっていうと、あのー、なんですかね。 あえて、こう、不便な状況を作り出してるっていうか、あのー、